顔に強いマッサージを続けてきて、シワが増えてきた、なかったはずのシワができてきたという方は、この動画を参考にしてください。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。僕はね、マッサージの強さというのはだいたい 160g というのをね、基準にしてほしいなということを動画でお伝えしています。実際私の施術も 160g ぐらいの強さ加減というのを守っています。ではなぜ強いマッサージがダメなのかというお話を先にします。イメージですけれども、その筋肉がどうなってしまうのかというのをね、ビジュアルでお伝えします。そして弱ってしまった筋肉をどうやって戻すのかというところをね、今日は中心にお話をさせていただきますので、最後までご覧になってください。この新鮮な柿フルーツが元気な頃、若い頃の筋肉だと思ってください。そこに強いマッサージをしてしまうとどうなのかというイメージをね、お伝えします。少しショッキングな内容かもしれませんが、あくまでもイメージなので、そのつもりでご覧になってください。強いマッサージをするとこんな感じになってしまうと思ってください。先ほどの柿フルーツはみずみずしかったですけれども、干し柿ですね。干してしまうと水分が飛んでしまう。強いマッサージをすると水分がどっかに散ってしまう。そして筋力が低下してしなっとなってしまいますね。元はこのしっかりした柿が干してしまうとこういう感じになります。柿自体は甘みが増してね、いいんですけれども、筋肉としては筋肉の力、筋力が低下してしまうとたるんでしまう。それが新しくシワを作ってしまう。で、強く押すことでもともとあった筋肉の中の血液であったりとか細胞の間質液という液体があるんですけども、そういったものが散ってしまうと、水分が飛んでしなっとしてシワができてしまうという現象が起こるとイメージしてください。で、それをね、どのように元に戻していくかというところですね。強くマッサージをしてたるんでしまった筋肉はしばらくは触らないようにするというのを基本にしてください。で、いつ頃から触ればいいのかという判断ですが、そういった時は押すとしばらくへこんだままになっていると思います。そういったね、たるんでしまった筋肉は押しても戻りが悪い。その状態がなくなってから次のステップに入っていきます。最初は軽くさするだけにしておいてください。肌にトラブルがあったりシミなどが気になる方は木綿のタオルなどを引いて、その上から軽くマッサージを行ってください。さするだけでいいです。このように軽くさするだけですね。こうすることで新陳代謝を活発にする狙いがあります。これはね、生き物ではもうないので新しい血液とか入ってこないんですけれども、代謝を上げるということはこの中の老廃物を捨てていく、新しい血液が入っていくのを助けるという作用が期待できます。なので強い刺激をしないというところからね、始めてください。急にできたシワというのは戻る確率がかなり高くなっていますので、ある程度筋肉が血液や細胞間質液といった体液が復活してくると膨張してきますので、シワが目立ちにくくなっていきます。それを狙って静かに血液を弱ってしまった筋肉内に液体成分を入れて出し入れさせていくことを手伝ってください。何度も出てきますが、これをこのように押して中の老廃物を出す。で、引くことで新しい血液が入っていくといったことをイメージしてください。強さもギュッと押すんじゃなくて、静かにゆっくり押して静かに離す。これが弱ってしまった筋肉に血流を戻していく。そして膨張させてボリュームを戻していくということになります。次にやめてほしいのは、こういった状態でエクササイズをするとますます弱ってしまうので、必ずしもエクササイズや筋トレが筋肉に対してプラスになるとは限らないので、状態を見て状態に合った処置というのをね、していってほしいと思います。先ほどはほっぺたをモデルにしていましたが、こんなおでこやこの口の周りの薄い筋肉に対してはまた別の処置があります。最初のさするというところは同じです。しかし押さえてもへこんだままというのはなかなか筋肉自体が薄いので再現できません。その時はなんとなく全体的にたるみがある、たるんできたというところをチェックしてください。薄いので変化が分かりにくいかもしれませんが、手を使って上げてみると、この動く範囲が大きいとそれだけ垂れているということになります。垂れていない場合はそんなに動いてません。眉毛は一緒に動いています。もしこの辺り一帯が垂れていたら、上げてもすぐには上がらずに、少し時間差を上げてこの辺りが上がってくると思います。ひどい場合は上げてもまだまぶたのたるみが残っているといった現象が起こりますので、健康な状態と筋肉が弱ってしまった状態では、この動く距離、この周りのパーツですね、皮のパーツがその動きについていくスピード、そしてその距離を見てください。弱った筋肉に対してやはりさするということをね、最初にお伝えしましたが、下から上にさすっていくようにしてください。薄い筋肉でもさすり上げるようにしましょう。次に、薄い筋肉ですがある程度の厚みはありますので、この手のひらの柔らかいところを使って軽く押して戻すようにしてください。強さ加減の目安は耳たぶが動く範囲、このぐらいを目安にしてください。ペタッとつかない程度ですね、耳たぶを動かすぐらいの強さ加減で薄い筋肉を少し押しては戻す。その時にその場所から手を離してしまわずに、軽く浮かしてまた沈めていく、その繰り返しをしてください。耳で例えたら、耳が動く範囲の圧をかけて戻す。その時に指は離しません。この要領でおでこやこの筋肉が薄い面のマッサージを強くした後でたるんでしまった場合は、このように修復をさせてください。先ほどエクササイズはしばらくやめておきましょうと言いましたが、動かないことで顔がむくみやすくなります。そのむくみは体に戻していかないとたるみが回復しにくくなりますので、むくみ対策のために少しだけ運動を入れていきます。日常喋ったり物を噛んで顎だけは動いています。エクササイズはできませんが、この顎の動きを助けていくことでむくみを体に戻していくということができます。少し口を開けたまま上を向いてください。その時にこの辺りが突っ張ると思います。その突っ張りを感じたらやめる、突っ張りを感じたらやめるということをしてください。開けたままなのでこの辺の筋肉はほとんど動きません。しかし首の筋肉を動かすことで、この辺りに溜まってきたリンパなどを戻していくというエクササイズになります。もう指1本か2本でいいです。軽く当てて、そのまま静かに上を向いて突っ張り感を感じたら戻す。これを 1,2 回してください。あまり上を向くと気分がね悪くなったりめまいをすることもありますので、 1,2 回で結構ですから、この辺のストレッチをするということをしてください。物足りなければ少しだけ顎を前に出して、上を向くとこの後傾筋という筋肉のエクササイズになりますから、この首のあたりをすっきりさせたい、たるみの原因になっているむくみを解消させたい場合は、このように顎を前に突き出すようにしてくださいね。ここに痛みなどを感じない範囲でゆっくり行ってください。このエクササイズも3回ぐらいまでで十分効果がありますので、物足りないと思った方は1日のうちに朝昼晩とかね、回数を分けてこまめにケアをするようにしてください。今日のフロークの動画です。今回ね、マッサージを強くしてしまって筋肉がたるんでシワができた。そこへ新しい血液などを送り込んでボリュームをアップさせるという方法をお伝えしました。それを助ける方法として枕を使った方法をお伝えします。もうどこにでもある枕でいいんですけども、そんなにね高くなく普段使っているものは結構ですから、これを背中に引いて仰向けになってくださいね。言い方悪かったら、これ枕を置いてその上に背中を当てて万歳してストレッチをしてください。これは体にある水分を顔の方に持っていくので、マッサージで弱ってしまった、たるんでしまったところを血液で充血させていくという狙いがあります。もともとむくんで腫れぼったい人には逆効果になることもあるので、このシワが目立つからといって枕を使って背筋を伸ばすようなことを乱用するのは避けておいてください。今日の動画の内容が役に立った、分かりやすかったと思ったら評価とコメントをお願いいたします。まとめをこの動画の下にある説明欄に書いてありますので、そちらもチェックしてください。あなたのエイジングケアと美容に役立ててください。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。